久保さん、みんなの銀行ね、やっときますよ。まあ、今日中には、報酬上があるんじゃないですか。はい、やっときますよ。久保さんの紹介ことで入れときますよ。久保さん、儲かりましたね、1000円。おめでとうございます。しつこいね、久保さんね。<laughs> すごいしつこいうん。やりますよ。僕、あのね、あの新種、また商品販売するんですよ。今、レター解説なんですけど。 みんなの銀行どころじゃなくて俺の商品買えって話ですよね <laughs>。いやー、まあやりますよ。はい、まあお世えになってますからね。はい、<laughs> いろいろと <laughs>。だから久保さんの商品も売ろうかな、また。<laughs> ね。あの、イリュージョン1、2、3。これも結構ね、だいぶ売ってるんですけどね <laughs>。これまたちょっと売ろうかな。ちょっと考えてくだます。 でまあ、今回はね、久保さんがね、すごいね、あのー、いい話してくれましたね。やっぱ例え話がね、非常にうまいですね。学校の先生が、ここ出るよって言ったのを、ね、パクってね、あのそれを使ったら、点数100点取れるよね、と。<laughs> そうだよね、と。<laughs> いい例え話でしたね、うん。数式ね、数式パクらなかったら、どうやって計算するんですかね。<laughs> そう。 まあもちろんね、その著作権があるっていうものがあるので、それは気をつけないといけないですけど、あのー、僕は、僕の動画をコピーしてね、販売する。それは許してないです。コピーしてね。だから、ファイルをね、ダウンロードして、それを販売する。それは許してないです。ただし、そこで言っていることをあなたの言葉でね、一語一句言うんだったら、OK ですと。わかります <laughs> てか、 あのー、それをやらないと自分のスキルにならないですからね。わかりますかうん、何のスキルにもならないですよ。だから自分で稼ぐっていうことは自分で集客をすること、自分で商品を作ること、自分の言葉でちゃんと伝えることですから。わかりますだそれをやらないとダメなわけですよ。なんで、でもそのやり方がわからないんであるならば、一語一句やればいいじゃないですか。パク,レパクって。ねネタがありませんとかね。商品作れません。大丈夫です。パ,パクればいいんで。 一期一,句一期一句です。はい。終了ですね、久保さんね。だからまあ結局ね、その素直にね、やる人なんですよ。だから久保さんも、まああの、塾に入ってね、教わったことをね、素直にね、丸パクリしてね、素直にやったと。で、誰よりもやるってことが大事ですね、これは。人より、ね、久保さんとか奥っていう数字を出しました。で、この前、対談した鷲津さんという方も奥行,行ってます。 奥滞在になりましたけど、じゃあ、ん、奥を稼いだ人っていうのは、何かっていうと、一人やったっていう、ただそれだけです。一人よりやってると。しかも継続してると。もうこれ、一点張りですね。これしかない。ただし、奥じゃない、奥じゃなくてもいいっていうことだったら、まあまあやればいいんじゃないですか。<laughs> まあまあね <laughs>。とりあえず、奥稼ぎたいんだったら、ある程度早く奥稼ぎたいんだったら、ぶち抜いてやってください。 ん与沢さんもぶち抜くっていう本を出してますけど、ぶち抜いてやってください。ぶち抜いてね。そう。だそうすれば奥は稼げます。ぶち抜くってどれぐらいかっていうと、えー、福尾さんだったら Facebook ライブ4000回で、今も YouTube ライブ毎日やってるまあ動画ももう1万本いってるセミナーももう毎日やりました。うん何千回わかんないですけど。<laughs> それぐらいやってください。奥稼ぎたいんだったら。行きますから。でもみんなやらないから奥は稼げないですね。うん。まあ一部はね、 ちょっとやって、ちょっとすぐ成功する人もいるかもしれないです。でもそれは一部の人です。凡人。自分を天才と思っていない凡人、もしくは凡人以下と思ってるんだったら、めちゃやってください。僕は凡人以下です。久保さんも悪いですけど、凡人以下です。麻雀店のお,おっさんだったんですから。ね。しかもね、麻雀店の経営、赤字ですからね。<laughs> ねこれ、凡人以下でしょ赤字ずっと垂れ流してるわけですから。まあ、凡凡どうなんですかね。うん。 どうですかね <laughs>。まあ、普通、普通だったら赤字を出さないのかな。普通の定義、会社経営で普通っていうのは赤字を出さないことな。いや、赤字出すな。赤字を出すことも別に普通ですね。うん、大体の中小企業あの借り入れして借金してますから <laughs>、赤字はありますよね、うん。全部、全くノー赤字で会社を運営できるっていうのは結構、結構すごい人ですよね。起業してから赤字一切出さない。銀行からの借り入れ一切ない。 それで黒字をずっと出し続ける会社。これ結構すごいですね。これ多分でも一部ですよ。間違いなく一部。借り入れゼロ。黒字、ずっと30年みたいな。これはね、マジで一部だと思います。ここは無理ですよ。大抵の人は借り入れしますからね、そもそも。<laughs> ね。だから、あのー、一部の人にはなれないわけですよ。まあ一部の天才というかね。だから、凡人がうまくいくためには、しつこくね、 泥臭く圧倒的にやるしかないですからね。うん、これしかないです。少なくても、このみんなの銀行っていうねこの、この、このことですら、僕はね、久保さんにしつこく言われまして、<laughs> やることになったわけですよ。<laughs> ね、<laughs> 今日、販売なんですよ、またね。やりますよ、この後。この後やるんで。今日中には、これすぐ報酬は反映されるんですかね、久保さんね。今、は、日、い、やっときますから。はいね、紹介コードもあるし。 で僕も、あの、みんなの銀行めっちゃ紹介しますけどね, <laughs> ね。僕の今度紹介コードつくでしょ、たぶ、うん。ちょっとアプリダウンロードしてみないとわかんないんですけど。たぶん僕がアプリダウンロードすると今度僕の紹介コードがなんか出てくると思うんで。そういうのでやります。<laughs> ただね、もうまたこの販売したらまた次の販売もあるので。どうしようかな。まあまあ、とりあえず何本か公開しようかな。まあ僕はあの自分の商品あるので。<laughs> だから自分の商品ない場合は、みんなの銀行っていう商品ありますから、それ紹介すればいいんじゃないですか <laughs>、ねうん。まあ、とりあえず、なんだろうな。パクレってことですかあぶち抜いてやれと。億を稼ぎたいならぶち抜いてやれと。ぶち抜く力でいいですかねぶち抜く力、いってらっしゃい。